それでは次、急行助っ人五条悟、目隠しなしバージョン撮っていきます。 A から逆縦だったんで B からスライドで撮りたいなと思います。とりあえず手前行ってきます。ちょっと手前すぎかな。あ、いい。ただ大雨なんで滑り止めギッチギチなんですよね。もう一回ちょっと手前に引っ張っていきます。これで逆立ての形になったらもうそのままやっぱり行っちゃいます。あー、なった。とりあえず大外から回して回りきらなかったらスライドしましょうか。腕で回していくイメージですね。ああ、横が当たっちゃった。回れ。いい。あお。これ右にスライドできないので、このままちょっと手前切っていきます。横移動はもう調子で、バー乗らないぐらい。本体当たっちゃいますけど。これで来てほしいけど、変な動きしてるし、わけがわからん。これでそのまま左に倒したら取れるんですけどね。一回狙ってみます。寄せすぎぐらい寄せて真ん中ぐらいでちょっと滑りながら落ちて、これで返してくれたら落ちるはず。おー、ちょっと OK で落ちた。解説下手くそですいません。次頑張ります。じゃあフルヒップアピーの B から行きます。もう普通に縦跳ねですね。奥振っていきます。左の側面に横移動合わせてインクバーの手前ぐらい。景品が軽いんで多分動きは結構出ると思います。出ない。動き出ない時は寄せ反対にしてみたり奥行きちょっと変えてみると一気に動く時があるんでやってみましょう。で両足かかって、角にかかると結構有力しますね。移動制限あるんで、右アームかけて回していきましょう。横移動は景品のどうですかね、5センチぐらい右側ですかね。奥バーを奥回していくようなイメージでかけていきます。引っ張れ。おー、重心が表側なのかな。じゃあ奥両アームで持ち上げてみましょうか。ちょっと真ん中すぎかな。おー、いい。いつも迷うんですよね、突きをするかちゃぶ台をするか。今回はちゃぶ台でいってみましょう。大雨なので滑り止めギッチギチだと思います。B からじゃねえや。
クレヨンしんちゃん風味パフィー白まったりバージョン B カラーですね。 B バージョンですね。取っていきます。とりあえず縦はめで進めていきます。 A カラー取ったんですけども、中が動くので、まあ、重心がどっちかに、寄ってると思います。それ見て判断します。重心つかめなかったですけども、今の起き上がりで重心が下に行ったと思うので、このまま縦はめで進めていきます。重心が動いてもそもそもどっち側に寄ってるかっていうのを判断しづらいので、ちょっと変なプレーになるかもしれないです。かっていうと中は動きますけど、頭寄りに重心が寄ってるような挙動ですね。ただ奥に進んでるので、このまま今度動きなしですね。ちょっと寄せ気味でよく狙ってみます。なかなか動きがないので、手前をちょっと右に振って、手前に隙間をまず作っていきます。わかんないと立っちゃいますね。一旦右、手前に隙間があるんで、そこちょっと押してみます。これで沈んでくれたら、あとは奥回しですね。ちょっとずつ奥に行ってますね。で、奥回してみましょうか。これで手前隙間だいぶできてるんで、止まると思います。悪くないですね。手前のハマりがちょっと浅いので、寄せ強めで、悪くないですね。おそらく手前が軽いんで、これ手前ずり上げで上げてほしいです。いい。上げてほしいです。いい。どうですか。うん。ちょっと苦戦しましたけど、B バージョンゲットです。